こんにちは、ほのかです。さきやで。今回レビューする作品はこちら、このヒーラーめんどくさいだよ。原作は2019年からニコニコ星画や角川系列の雑誌で連載されている漫画作品で、めんどくさい性格をしたヒーラーとポンコツな冒険者とのコメディータッチな掛け合いを描いたギャグアニメなんだ。最近はヒーラーが主役のアニメがブームやな。ここ数年で一気に増えた感じあるよね。ちょうど3話まで視聴が終わったから一旦レビューしようと思うんだけど、正直なところ面白くなかったんだ。おお、はっきり言うやん。まあ変に気を使って濁しても仕方ないしね。3話まで見て思ったんだけど、この作品のギャグ要素っていわゆる漫才やコント的な笑いなんだ。ヒーラーが冒険者に毒舌気味のボケをかまして、それに対して冒険者が切れ耳に突っ込む。2人とも標準語だから関東の芸人さんの漫才スタイルに似てるね。ただアニメの中で現実のような漫才をした場合って、ボケのボキャブラリーやツッコミのワードセンスはもちろん、間の取り方や勢いなどのテンポがうまく噛み合わないと人を笑わせるのって難しいと思うんだよ。さらにお笑い芸人さんの掛け合いは長年にわたって2人で磨いてきたコンビ芸だからこそ多くの人を魅了できると思うんだ。売れっ子芸人さんの笑いは言ってみたら熟練度が高い一つの技術やし、他のコンビが同じネタをしたところで面白くならんしな。それを今まで共演がなかった声優さん2人が数回のリハーサルをしただけで漫才をするんだから、面白く見せることって本当に難しいと思うんだ。声優さんがキレッキレのボケとツッコミをしてくれても、さっき言った間の取り方や勢いなどのテンポが微妙だと台無しになっちゃうしね。ただ笑いのツボって年齢や性別もそうだけど、人によって全然違うんだよね。中には天下を取ってるダウンタウンよりも若手芸人の〇〇さんが一番面白いという人や、ダウンタウンの笑いは全然刺さらないって人もいると思うんだ。世の中のいろんな笑いってどれだけ多くの人の心に響いたかが人気や売り上げっていう数字に出てるだけで、一人でも笑わせられたらそれは立派な笑いとして成立してるもんな。今期のアニメだとアハレンさんは視覚的なボケをシュールな笑いとしてうまく表現できていると感じてて、個人的にあのセンスはすごくツボなんだ。スパイファミリーはアンジャッシュのすれ違いコント的なネタになってて、心の声を読んだアーニャの反応が笑えたり、黄昏のシンプルなツッコミは言い方や間の取り方もうまいと感じるんだ。黄昏さんはひな祭りの新田さんみたいなツッコミ方よな。かぐや様の場合はコント的な笑いを取り入れてるんだよね。一つの部屋で誰かがボケて、それを他のメンバーが勝手に心の中で拡大解釈をして焦ったりツッコミを入れるんだけど、やっぱり勢いのある演出と絶妙なテンポ、ギャグのキレの良さは多くの人の心を掴んでると思うんだ。実際3期までアニメ化されるほどの人気を獲得しているからね。今挙げたアニメってキャラ自身の反応や行動が笑えたりするよな。それはあるね。おそらくアニメでボケる場合って言葉のボケよりもアニメや漫画的な動き反応によるボケの方が面白く伝わりやすいと思うんだ。だから今回のこのヒーラーめんどくさいについては、かなり高度な笑いをアニメで表現しようとしていたから、個人的には笑えなかったのかなと思ったよ。3話まで視聴したらキャラにも慣れてきて印象が変わるかと思ったんだけど、やっぱりそこまで大きな変化はなかったね。たまにクスって笑えるようにはなったんだけど、全体的な掛け合いは毎回滑ってるように感じてしまうんだ。原作読者のレビューはどうなん？アマプラのレビューやツイッターでちょっと調べてみた感じ、どちらかというとネガティブな意見が目立つね。中でも原作の良さが出し切れてない、原作は面白いのにという意見は結構あって、漫画で読むとまた印象が違うかもしれないね。これはさすがのほのかも3話切りか。いや、最後まで見させてもらうよ。キャラは普通に好きだし、多分声優さんも掛け合いをしていくうちにだんだん慣れてくると思うんだ。後半に近づくとキレのあるツッコミになって、どんどん笑えるようになってくる作品が稀にあるから、期待しながら見る予定だよ。まあうちらも人様のこと言われへん雑な掛け合いばっかりやから、面白いネタ考えなあかんな。じゃあ今回はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんの感想も聞かせてください。また見てな。あ、チャンネル登録とグッドボタンも頼むで。